今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープはペットの扱いがひどすぎる芸能人7選でございます。最近家にいる時間が増えたからペットを飼う人が多くなったわね。可愛くて見ているだけで癒されるし、家族の一員と言える存在になるわ。でも、中には飼い方がいい加減な人もいるってニュースで見るぜ。近年ペットが注目される一方で、飼い方に問題がある人が続出しています。それは芸能人にも及んでいるようです。一体どんな人なのか見てみましょう。ゆっくりしていってね。動物好きな芸能人は、よく聞くな。タレントの坂上忍さんは保護施設を作ってるし、女優の杉本彩さんやローラさんも、熱心に保護活動をしているんだ。保護活動まで行かなくても、家でペットを飼っている人はたくさんいるわ。芸能の仕事は神経を使うから、かえってペットに迎えられると気持ちが休まるのね。皆さんがそのような気持ちで大事に飼っているのならいいのですが、中にはそうではない人もいるようです。一人目は女優の佐藤恵理子さんです。佐藤恵理さんね。プロポーションが抜群でドラマや CM に引っ張りだこだったわ。そういえば最近見かけないわね。佐藤さんは何度か犬を飼っていますが、豆柴を飼っていた時期がありました。豆柴って見た目が柴犬と変わらないけど、どこが違うのかしら。見た目も性格も柴犬と変わらないが、大きさが普通の柴犬より10センチくらい小さいのが特徴だ。現代の生活環境に順応させるために、比較的小さな柴犬を何台も交配させて作られた犬なんだ。佐藤さんが飼っていた豆柴は、あることが理由で知り合いの方に譲っています。ですがその理由が世間の怒りを買ってしまいました。佐藤さんは、みるみる大きくなってしまって豆柴じゃなくなっちゃったんです。部屋では飼いきれないので知り合いにお譲りしてしまいましたと話していたのです。え、家に迎えた時点で家族同様でしょ。そんな理由で手放すなんて信じられないわ。この発言はあるインタビューの時のものでした。その時撮影のためにやってきたモデル犬を見て、また欲しくなってきちゃった、今度は大きくなりすぎない犬種がいいな、と話しています。豆柴のブリーダーの中には、柴犬の中でたまたま小さく生まれてきたものを、豆柴として扱うこともあるそうだ。犬種として認めている団体もまだわずかだしな。じゃあ、初めは小さくても後から大きいサイズになることもあるのね。でもそれは育ててみないとわからないわ。佐藤さんは恋人がいないと犬に走るという噂もありました。フレンチブルドッグを飼っていた頃に恋人ができ、部屋が臭いから人にあげたそうです。動物を飼っている以上、ある程度の獣臭は当たり前じゃないか。なんで自分の都合でしか考えられないんだろう。さらにチワワを飼っていた時は気が強かったという理由で人にあげているのです。チワワは小さくても気が強くて、大きい犬にも吠えていくぐらい頑固なのよ。だからしっかりしつけをしないといけない犬だわ。少し調べればわかることなのに、小さい犬にこだわって手当たり次第飼っているとしか思えないぜ。中でもかわいそうなのが、佐藤さんに飼われていたティーカッププードルでした。この犬もやはり大きくなったことを理由に知り合いに譲っていて、その2週間の後に衰弱して亡くなっているのです。大きいから手放すって、あまりに身勝手な理由だわ。信頼していた主人が急にいなくなった犬の気持ちなんて、全然考えていないんでしょうね。しかも次々と新しい犬を迎えては手放している。反省のかけらもないんだな。佐藤さんは2015年に結婚し、翌年出産して母となりました。そのため一時的に控えていた芸能活動を再開しようとしたところに、この騒ぎが起こり復帰に陰を落としています。ペットは最後まで責任持って飼うのが当然の義務だ。それができないなら、最初から飼わない方がいいぜ。続いては、タレントの小倉優子さんです。彼女もグラビアアイドルでデビューして不思議ちゃんキャラで有名だったな。今は料理上手なママタレとして、本も出版しているわ。小倉さんは現在、トイプードルのプップを飼っています。プップで3匹目のワンちゃんですが、前の2匹は人に譲っているのです。この人も途中で人に渡しているのか。どうして最後まで面倒見れないんだろう。最初に飼っていたのはチワワの春でした。春を飼っていた頃は、お笑いコンビ良い子の浜口優さんと交際の噂があった頃で、春は浜口さんにあげているのです。もしかして、浜口さんの方に懐いていたのかしら？理由はわかりませんが、春を見ていると、浜口さんを思い出して辛かったのではないかという憶測があるようです。そんな理由で大事なペットを人に譲るのは理解しがたいが、浜口さんは優しい人で有名だから、きっと大事にされているのだろう。
そして次に迎えたトイプードルのジジは小倉さんの実家に渡っていて、現在は同じトイプードルのプップが彼女のペットとして飼われています。ジジがいながらプップを迎え入れているの？2匹一緒に飼うならわかるけど、実家に渡してまで新たに飼う理由がわからないわ。こちらも理由については明らかにしていません。ですが小倉さんはこの件についてブログで、物を買うように新しいワンちゃんを飼っているように思われてしまったらどうしようって悩んでたの。今まで言えなくて本当にごめんなさいと綴っています。理由も言わずに謝っても世間は納得できないぜ。やってることは犬の買い替えと同じじゃないか。でも譲った先がある程度慣れた場所だったからマシだったのかも。決していいことではないんだけどね。続いては女優の三浦理恵子さんです。三浦さんは再婚しているけど、最初はダイヤモンドユカイさんと結婚していたんだったな。今回はユカイさんの発言で明らかになったことです。ユカイさんとの結婚当初、三浦さんは犬と土手を散歩するのが夢と話していました。晴れた日に土手をワンちゃん連れてお散歩なんて清々しくていいわよね。そしてペットショップで購入した犬にスヌーピーと名前を付けて飼い始めました。犬に憧れていたことがわかりますね。キャラクターそのままの名前だからな。ところが二人とも仕事が忙しく家を空けることも多かったため、しつけをすることができませんでした。帰ってくると部屋がめちゃくちゃにしていることがよくあったそうです。犬のお世話は食事やトイレだけじゃないぜ。小さい子供と同じように、いいことと悪いことを教えるのは飼い主の責任だろう。ある日ユカイさんが仕事から帰ると三浦さんは不在で、そこには猫が鎮座していました。え、スヌーピーはどうしたの？あ、きっとお散歩に連れて行ったのね。驚いたユカイさんが帰ってきた三浦さんに尋ねると、私たちの生活には猫の方が合ってるよねとさらりと言われたそうです。スヌーピーと名付けていた子犬はペットショップにしっかり返されていました。スヌーピーも小さいのに生活の環境がコロコロ変わってかわいそうね。返すだけではなく猫と取り替えてくるのも驚いたな。猫だってしつけは必要なのに、この人にちゃんとできるのか心配だ。犬は手放した三浦さんですが、どうしても土手で散歩が諦めきれず、猫に首輪をつけて散歩させようとしていたのは驚きです。首輪をつけて散歩ができれば犬でも猫でも何でもよかったのね。でも首輪をつけて散歩する猫ってあまり見ないわね。実際に猫用のハーネスは売ってるぜ。だが外の散歩が好きか嫌いかは猫によって違うらしい。野良猫だった期間が長かったり、好奇心旺盛な猫の場合は散歩に連れ出した方がストレス発散になるかもしれません。ですが外を怖がる猫を無理に出す必要はないのです。三浦さんは猫の性格を見極めて散歩させようとしてたのかしら。自分の欲求を満たすことしか考えてなさそうね。それにユカイさんとは離婚しているぜ。猫は一体どうなったんだろうな。次はシンガーソングライターの鬼塚千尋さんです。彼女といえば名曲月光だよな。でも少し前に救急車を蹴っ飛ばして騒ぎを起こしていたわね。彼女意外と短気なのかしら。鬼塚さんは東京に出てきた夏にハムスターを飼い始めました。ですが夜になるとうるさくなるため外に出してしまったのです。ハムスターって昼間寝てばかりで、私たちが寝ようとすると元気に動いているわよね。回し車が元気に音立てて回っていたりするわ。夜行性だから仕方ないぜ。せわしなく動き回るのは敵に見つからないように短時間で餌を探す習性があるからなんだ。朝になり外に出したハムスターを戻そうと見たらすでに亡くなっていました。熱射病が原因だったようです。夏の東京は夜も25度以上の熱帯夜の日がザラにあるし、湿度だって高い。人間でも一晩中外にいたら体力消耗するのに、小さなハムスターが放り出されたら一発でアウトだぜ。そして冬にもう一度ハムスターを飼ったのですが、今度は凍えて亡くなってしまいます。なんかもう言葉が出ないわ。学習能力がないのかしら。一体どんな場所で飼っていたのか聞きたいくらいよ。ハムスターの適温は20度から26度で、最適な湿度は 40% から 60% だ。つまり人間が快適に過ごせる温度と同じなんだぜ。鬼塚さんが同じ部屋で凍えていたとは考えにくいわ。ということは自分は快適な部屋で過ごして、ハムスターは適当に転がしていたのね。生き物を飼うのにずさんすぎるわ。ハムスターは育てられず、メダカを飼っても水槽を洗うたびに数を減らしていく。鬼塚さんは飼うのが楽という理由から猫を欲しがっていました。メダカの数が減っていくって、要するに流しちゃってるんじゃない。月光を歌う彼女からは考えられないくらいガサツな性格なのね。しかも楽だからという理由で猫を飼いたいなんて動機が不純なんじゃないか。さっきの三浦さんみたいに
買うのが大変になったら返品しそうだぜ。ですが最近テレビの歌番組に出演した時に、数年前から猫を飼っていることを打ち明けています。鬼塚さんは、猫を見てると尊敬することが多くて、瞬発力とかリズム感を歌やライブで活かすことができるんです。と話していました。猫がちゃんと生きててよかった。お願いだからもう、元に戻らないでほしいわ。続いて紹介するのは、女優の中村アンさんです。ハーフみたいな美貌を持っててモデルやドラマでも活躍しているけど、毒舌や不潔キャラで大ブレイクしたのよね。お風呂は3日に一度しか入らないって言っていたやつだな。でもシャンプーの CM に起用されてからは撤回しているらしい。中村さんは犬を飼っているのですが、以前自分に懐かないから嫌い、自分と写真を撮るために飼っていると発言して炎上しました。ご飯をあげただけで懐くと思ったら大間違いよ。ちゃんとスキンシップ取って愛情注がないと伝わらないわ。嫌いな理由として、家では中村さんのベッドに犬が先に入っていて、彼女が来ると必ず噛みつくと話しています。それは、しつけの仕方に問題があるんじゃないか。犬は家族の中で順位付けをしているから、きっと彼女を下に見ているんだろう。でも、しつけをするのもペットを飼う人間の責任よ。いくらなんでもテレビで嫌いなんて言ったら世間だって黙っていないわ。もちろんネットユーザーからも、犬を飼う資格なんてない。犬が可愛くないなら飼わないでほしい。などといった声も上がっています。これでは自撮りするために犬を飼っていると思われても仕方がないぜ。ペットはアクセサリーじゃないんだからな。この騒ぎ以降、しばらく中村さんの SNS にアップされることはありませんでした。一部では捨てた、など心配な声も上がっていましたが、あと2年に数回あげていて無事に飼われているようです。よかったわ。あまりに炎上したから、載せるのを控えたのね。彼女のキャラクターから出た発言だったのかもしれないけど、口は災いのもとよ。気をつけなくちゃね。続いては、タレントの辻のぞみさんです。辻ちゃんはモームスやミニモニの頃から人気者で、今も料理に詳しいママタレとして頑張っているわね。頑張ってはいるけど、彼女のブログはしょっちゅう炎上していることでも有名だよな。もしかしてペットでも何かやったのか？辻さんは2016年にクックという、マルチーズとトイプードルのミックス犬を迎えています。他にも2匹のウサギがいるそうです。犬とウサギって一緒にいても喧嘩しないのね。このクックですが、翌年わずか1歳3ヶ月という若さで子犬を出産しているのです。ちょっと早くないかしら？辻ちゃんも早かったけど、人間と犬は違うのよ。小型犬の出産適齢期は1歳半から6歳だ。あまり早いと体が十分成熟していないから危険なんだぜ。一部のペット好きなユーザーからは、1歳半にも満たない要件に自宅出産させるなんて、人間のエゴでしかない。母子共に安定した出産をさせるなら最初の発情はスルーして、2回目以降の方がいいのにね。などと批判が相次ぎました。生まれた子犬はモカと名付けられ、家で過ごしています。ところがその飼い方にも問題があったのです。今度はどんな問題なんだ？ブログにアップされた写真は息子さんがケージの中のモカを撫でている写真でした。ですが、モカのケージの上にクックのケージが重ねた状態で設置されてあったのです。え、今時ペットショップでも犬や猫を縦に並べているとこ見たことないわ。犬によっては高いところがストレスになる犬もいるし、何より自分で好きな時に出られない。モカだって上にいるクックの音がダイレクトに響いて気に触るんじゃないか。ブログに登場する2匹の犬はケージの中にいることが多く、室内犬なのに自由に出られずかわいそうと、ここでも多くの批判が上がっています。辻ちゃんって、ブログアップするたびに痛烈に批判されててかわいそうだと思っていたけど、今回に関しては批判する人たちの方が正しいような気がするわ。彼女は犬をかわいがってはいるけれど、やり方に自己中心的なところがあるんじゃないか。もっと飼い方の知識を広げた方が良さそうだな。最後はタレントの水沢アリーさんです。この人、モデルのローラさんと声や話し方がそっくりなのよね。趣味で整形やってるって聞いて驚いたわ。水沢さんは失恋の寂しさから、プキちゃんという白文鳥を飼っていました。とてもよく懐いていて、いつも水沢さんの肩に泊まっていたそうです。肩に乗るのは、人間と信頼関係があるから安心して泊まるんだぜ。彼女もきっと大好きだったんだろう。ところがある日、水沢さんが花壇に水を、あげていたら後ろで歯音がしたので顔を上げると、プキちゃんが気持ちよさそうに羽ばたいていくのが見えました。あら、逃げちゃったの？まさかの展開で驚いたでしょうね。その話をバラエティ番組で話した水沢さんは、どっか行っちゃった、とあっけらかんと話して、周りを驚かせたのです。そんな簡単に言えるなんて、ショックじゃなかったのかしら？失
視聴者からは無責任、家で飼われていた鳥が自然で生きていけるわけがない、と怒りの声が上がりました。確かに家で飼われていたペットが外で生きていくのは厳しいぜ。それなのに軽々しい発言だったから批判を浴びてしまったんだろう。でも私たちだって、インコをカゴから出した途端に逃げられたりするのはあるわ。いつも肩に乗って離れなかった文鳥が飛んでいくなんて、思っても見なかったんじゃない？後日水沢さんは、悲しい気持ちでいっぱい、どこかで元気に過ごしているといいね、とツイートしています。番組で発言したのは、もしかしたらから元気だったのかもしれないな。逃げられたのは悲しいけどきっとどこかにいるって思うことは悪くないんじゃないか。そうね。元気に帰ってきたら、なおいいんだけどね。芸能人といえども同じ人間ですので、時に間違いや失敗もあるでしょう。ん？ですがペットは生き物であり家族の一員です。飼う前にきちんと学習して、最後までお世話してほしいです。私たちには、その責任があると思います。それでは本日も閉店させていただきます。ミルでした。